4枚のカードを池に入れただけで美味しい。そう、召喚、うわー、おお、うわあ、怖っ、絶対分かった。女の子に、わあ、え、怖い怖い。いろんなキャラに話しかけられてテンション上がっちゃったのはあるわ。向いてない上に恋愛ゲームもやり慣れてないし。そうそうそうね、恋愛ゲームそうだよね、慣れてないね。あー、ありがとうございます。2回目じゃないか。さあ、やめとけ、おいしい、あのばあさんが死ぬわけ。あれ今日7月31日 31、 あ、じゃあ今日だ、今日の15時に何かが起こるから、もう今全力を尽くすぞ。噂なしよ。よし、おいしい、はい、今日逃がさねえ。今日一日ずっと張り付きますから、あなたに。はいはい、サスバード、サスバード、サスバード。そして、多分そろそろ消えんじゃないか。スーって。あー、はい、では、消えた。消えた、消えたから。まあ、エイジかなー。これ、イベントが発生しそうなやつに声かけた。いやー、エイジじゃないかな。エイジ行くか。そうだね、エイジ。いや、まあ、いっか、もうエディじゃないと、もう分かんないよ。オッケー、あ、また雨か。そうだね、え、俺も晴れが好きなんでしょ。浴びちゃったの、もうびしょびしょじゃねえか、お前今ずるいね、風邪ひく、ね、同じこと言っちゃったよ。大丈夫、風邪ひくでしょこの暑さで。いやー、フラグじゃん、それあっという間に犬いっちゃったから。これもうね、犬いっちゃうから、こっち熊のフラグじゃん。この人、水にも飛び込むしさ、結構、なんか、危ないというか。今度から気をつけるよ。気をつけるんだよ。大石さんの監視下にないと。ねえ、君が風邪ひいたら大石さ、あつられちゃうんだから、大石ずっと H の看病しちゃうから。あ、歯磨き粉。はい、もういいです、ね。そんなに別にあなたの歯磨き粉に興味ないんですけど。よく知ってる。ちょっとね、これはね。知ってるすか、うん。持ってきてるよ。持ってきてるよ。あ、そうそうそう。変わった味も食べる。はい。あ、いやー、簡単にチョコ味、わさび味、うーわ、最悪、はい、最悪、配信配信でって配信、配信それで虫歯になるんじゃなくて、やっぱりスタンダード。あ、まあね、スタンダード、うーん、やっぱ一周回って帰ってくるんだ。一番カレー味、あー、まあ、カレー好きな人は幸せでしょうけど、歯磨いてる気にならないか。わかんないよ、全国歯磨き協会の人に怒られちゃうかもしんないけどブロックされたとブロック、わ通報だね。通報されちゃった。いやでも、うん、A やにわかだよ。カリー味って言ってないね。コメントでね、歯磨き粉バカにしないでくださいっていうコメントいただいちゃうかも。いない。あ、よいよいよいよ。逃がさねえ。今日は絶対逃がされ。服の裾、あれじゃない、絆創膏じゃない、絆創膏。行ってるって。来たー。唯一の扉へ。唯一の扉へ。唯一持ってる扉。オッケー。ここで恥ずかしくなっちゃって逃げたのか、治療方法が間違えてるから、自分でいない。いるか。これ逃がしたの？一応噂。あれ待って、前回ね、この時オイシいなかったはずだよ。好感度が高いから。かな。大丈夫、オイシ。怪我の具合は？あれ？っていうわけでもないのか。あれいなかったと思うんだけどな。まあ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 、まあ、順調。午後が問題だ。多分14時にオイシはいないから、そこで富士の探索に行ってはいけない。で、今、大石が一人で行こうか悩んでるとこでしょ？ここかな？ここ行っちゃったんだよ。なるほどね。で、いないから、ちょっと、まあ、残った、いや、街道、街道くらいで行こう。そう、行っとこうか。あ、でも、行っとくか。血液型じゃないこれ、もしかして。一応行っとくか。問題の。はい、ちょっと、大型にしない？今回。おい、ちょっと私の大型で行っていい？じゃあ、大型です。覚えとけ、私ので言ったって覚えとけ、大型です。大型なんだ。 A 型と O 型と、あ、いいらしいよ、相性またね、知らん、別にあなたと相性良くてもね。そうなんだ、いいのか。じゃあ次 A 型っていうことです。全く接点のない川村がこう狙ってくるっていうのさ、なんだろうね、多いし何もないのに。大石な A 型ってそこ、そうすか、大型って聞いたけど二の前、今度こそ命取りだな。まだいないはずか。も
もう一回。タカさん行っとくかね。そうだね。タカさんやーい。あ、行くんのか。まあまあいいでしょう。あ、散歩してんだ。うん、そうだよ。練習の合間の行き抜きのために。みんなよくここ散歩してるけどさ。散歩しうるのか。な、波動球。ああ、波動球。リンゴの入った箱を持ち上げたり、持ち上げたり、ただ下ろしたり。たまに試合も組むかな。ああ、はいね。今回はそれはね、テニスのメンバーがいるから、打ち合いも新鮮で楽しいよ。お互いデータ取り合ったりさ、弱点克服したり、お互い手の内さらさらないんだろうけどね。タカさん、プレイスタイルただ打つだけだよ。まあ、ただ打つだけって言っちゃったよ。こう言ったら失礼かもしれないけど。ただ打つだけ。まあそうね、あの、力強く、うん、確かに。データテニスとかアクロバトとか。ああね、スネークがどうとかね、確かに。ダンクスマッシュとかもないじゃん。ただ打つだけじゃん、まあ、彼は。力強く、グレイトって言いながら。わかんない、これからとんでもない新技を生み出すかもしれない。逆にこれっていう武器がないから、崩しにくいっていうのはあるよね。確かにね、一番厄介だよね。全部が決め玉っていうのは驚いた。そうね、そう、教科書通りが一番確かに通しづらいかも。一試合をしてるよ。あ、カバジと戦いたくないね。勝てる気がしない。ワンチャン他の人には勝てるかもしれないけど、カバジには勝てなさそう。ねえ。はい、いなかったけど、ありがとうございました。はい、で、なんだっけで、なんだっけ、はい、頑張ってね。はい、あ、ちょっと、はい、もうこの辺はさよ。まあ、ちょっとずつあげて。ね。今頃井戸を見つけたかな。かなぁ、かなぁ。そうだね、今頃富士と滝やってる老婆は噂。いやでもついに来たー、これだこれだこれだよ。あー、やったー、おじさん一緒に探しましょう。先生探しに行きましょうよ。手塚部長のこと無視して。君も探索に行くの？行くよ、ついて、こ絶対ついていくからな。行くよ。じゃあ先生探しに行くんでしょ。もちろん、ヒュー、いいですよ。そろそろ出てきました。ぜひ。それじゃあ行こう。やったー、ついに大石探索だー。何か起きるかな。ワクワク、ワクワク。既存はないな、既存じゃないんだよ。よし、よし、よし、うん、東の方をね。東調べてみようと。崖がある。そうだ、崖があるとこかな。どうして急に。あ、ハリソンが東だったんだ。富士とワンチャンさ、富士と抱き合ってるとこ見られてたんだよ、前回。もっと調べる。あー、スマイルさんが。おーし。まあまあまあ、まだ2時だから、あ、3時か。多分大丈夫だ。で、夕方になっちゃうからね。大石にしちゃうね、ざっくりとした計画だね。どうですか、心配かい？なんなら遅れても別に構いませんけどね。心配です。はい。いや、あ、でも心配した方が僕が。そうだね、お面倒見てあげるよみたいな。うん、大石は、はい、心配。はい。疲れそうですし。ちゃんと君のペースも。うわー、さすが。やっぱ、うん、甘い。甘えたいじゃないからね。そうだね。面倒見たい。ああ、いいんじゃない？じゃあ、いい路線か、じゃあ。ああ、まあ、まあ、あなたにとっちゃ。あ、寄ってきた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 、いいぞ、いいぞ。これ正解。よーし。来たが、足りるかな、親愛度。まあ、別に狭いから自然豊かじゃないっていうのは、ね、変な理屈だけど。かわいい。ああ、そういうことか。地形がね。地形がいろいろあるって話でしょ。うん。滝も行きたいなぁ。だれるとかな。あー、そうだよね。何かがあった。いや、榊が買い取ったから。凄惨な事件があった。なんたら SCP がいたかもしれない。標識とかね。あーね、無事。そうにしちゃあね、あの村だけやって不自然じゃ不自然だよね。あーね、まあ、都会生まれのあなたには分かるか、その気持ちが。本当にあの廃村は人が住んでたのか。あ、ただの、そっか。で、なんか。アトラクションっていう建造物ね。そうそうそう、可能性もある。住んではいないんじゃないかな。あー。住んでたのかな。もう鳥居も全部アトラクションっていうかね。こんな島国に人が住むかって。確かに、もう昔何でも自分たちで。そんな昔の建物でもなかったもんね。割となんか江戸時代以降、明治、大正、昭和ぐらいだったからね。こんな、まあ、電気か、電気問題か。そうだね。あ、ってことはそっか、君はドキドキドキするよ、するかな。いや、でも夜7時ぐらいから電気つけるでしょ。早い早起きだよ。早起きしました。暗いから。俺は多いしね、そうだね、そう、ぐらいじゃないとね。そっか。あー、まあ。それじゃあ、今みたいな生活でも。うわ、どう撮るかな。こう起こしに、エイジみたいに起こしに行ってあげるよぐらいの方が良かったのか。健康的でいいね。あー、どうだ、あんまり良くないか。あ、でも、まあ、で話広がってる。まあ、そうだね。早く寝るタイプだな。だろうね。だろうね、誰よりも早く。
早意外とカイドウの方が早く起きてたりしてね、走ってる分、うん、同じですね。健康にもいい。風邪ひかないんだけど、大石は風邪をひかないっていう名言があるらしいよ。寄ってきた、寄ってきた。でも右ではやっちまう。将来の夢ってある？うわー難しいね。お嫁さんです。将来の夢ですか、うん、なるほど、あなたを落とすことだが、まあ、あります、あるね、あるよ、あるよ、明確に君を落とす。そう、明確に今回は正しくお前を落とす。正しくお前を落とす、どんなやつ。まだちょっと早いですよ、ここでは。それはそのここじゃありません。言えないような。お嫁さんじゃねえよ。もちろんだよ。笑ったりしない。いや、もうすでに笑ってんじゃねえかよ。お嫁さん、あーああ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 あおもんね。いいじゃないか、女の子らしく。ああ、優しいな、この辺の適応力は高いな。龍馬、カイドは多分ふんって。ああ、みたいな。へえ、みたいな。手塚は笑わないな。フジも、ああ、いいじゃんぐらいになるか。僕のお嫁さんはどうみたいな。いやいや、軽く言いそうだよ。そう、言うね、フジは言うね。あ、いや、別にどんな夢を見ることも自由。夢のね、バカ女どもに言われたくない。確かに。俺はいいと思うよ。確かにな。あら、いいじゃん、あいいじゃん、初めて見たいから。やってきた、いいぞ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 。これは1周目から待ってたんだよ、私は。よかったです。超近いもの、多いし、超でかいじゃん。いや、あなたの夢は旦那さんかな。かな。あ、そうだ、そうだ、おら、おら、君らは俺かい。人の役に立つとか、つまんないこと言うなよ。いや、そうだな、人の役に立つ。いや、多いしだから、まあ、人の役に立ってくれ、そのまま。そうだよ、そういう人生だ。お医者さんとか、あ、お友達のこともやだ、怖い。このゲーム、心読まれてる。そうだな、警察は無理じゃない。まだはっきりとはしてないけど、ちょっとやあ、でも先生とか、ね、その先生とかやったらいいじゃん。優しいはいいんだけど、お医者の場合甘いからね。そうね、犯人にも同情しちゃったりとか。テニスの先生とかやったらいいじゃん、上手いんだし。そうかな、うまく教えられるよね。あそこ行けばムーンボレーが打てるよね。もっと正確な副部長だぞ。ね、ああ、で、この話題か。将来妹と結婚するんだって。だスピード好きだね。よく分かったね。それは犯罪です。妹が一人いるよ。ああ、そうだね、妹ちゃんね。いそうだね。やっぱり。どうして分かった。本当にそんな感じ。妹の匂いがする。怖い、怖い。他の女の匂いがします。ああ、そうだね。私もそうかな、じゃあ。なあ、弟よ、ポンって。これは。ああ、まあ、ももしろじゃないですかね。ああ、いや。ももしろも妹います。そうね。あ、いや、いいんだっけ、そっか。それで弟が一人いまして、兄弟なんか一人っ子か弟だよね、このゲーム。なんだろう、なんで弟が一人。まだもっと選択肢増えてるね。俺一人でいいかな。え、一人っ子。まあでも気が合うね。なるから、そっか。まあいや、まあそう、これ難しい。へー、弟か。あー、ダメか。僕の妹と見合いするってすごいよ、家族。あ、まあ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 。そういうもんだ。あ、まあ、そうか、お兄ちゃん、お姉ちゃん同士っていう路線か。あー、うん、話終わっちゃった ね。まあ、いっか。大丈夫？まあ、一人っ子。まあ、エイジも、でも末っ子か、エイジは。そっか。あ、まあまあまあ。辛くなったら遠慮せず。はーい。わかりました。じゃあ、大石に言うと気を使うからな。夏は好きなんですか？そうだな。あ、好きなの？あ、水泳が好きだから。君はどう？まあ、君も好きだよ。うん。好き好き。どうだ。じゃあ俺と同じだな。まあね、暑いくらいがいいかは分かんないけど、涼しいのも好きだけど。はい。え、でも涼しい方がテニスしやすいんじゃないの。暑い男なのか、意外と多いしは。結構遠くまで来たかな。そうだね、大丈夫か。龍崎先生がそろそろ出てくるんじゃないの。あ、あれはあの後ろ。目的地は多分この辺りだと思うけど。大石にしてはざっくりとした目的地に来ちゃったね。ガラガラガラ。何があるかな。何もないね。どっか滑り落ちるんだよ。そうだ、ね、かな。そうだね、どっかで足くじかすんだもんね。お、まあそんなどうですけど、はい、気をつけてよ。さっきまで背景が動いてたから、なんか後ろの背景が動いてる。あ、分かる分かる。目が目の錯覚。なるなる。それじゃあ実際動いてない。もう少しだけ先に行ってみようか。ここまで来て、まあそっか。で、何もない夕方になった帰りで滑落してみたいな、かな。落ちるんでしょ。大丈夫か。文字だけ落ちたりしないよね。ああ、危ないな、そろそろ。あ、そうか、危ないな。あ、もんね、なんかもう少し先に行こう、先に行こうってしてたらみたいな。行ってたね、行ってたね。そろそろか、じゃあ。
大石にしちゃうかつだね。お前まさか柳じゃないよな。いやお前そこ柳なのか。やりゅうか先生じゃねえよな。崖かということは大丈夫大丈夫。いやガラって落ちて龍崎先生でかな。そうそう新しい扉欲しいですか。そうね、そうそうね、大石さんって進めそうだが話は進展しそうだな。油断したったか。大丈夫か。フラグ立てんなよ。そうやって。あれ大丈夫。人影があって、うわびっくりした。あそこに光った。あー行っちゃうか。カメラか。カメラかな。ま、待て危ない。俺もおおおお送るんじゃないか。じゃあお前スマイルがいなかったら、あ、一人で覗いて、なんか光ってるみたいな、かなに腕の1分ぐらい安いもんだろって。腕が頭が、あ頭小石に、やべえよ小石になっちゃったよ。大石さんがダメだって。大石に怪我させちゃダメだって。それより君の方は、ここは体張ろうよ。大石守ろうよ。クソ大石を守れなかった。クソ大石さん頑張ってくれたんで、頑張ってくれたんで大丈夫か。息足りないじゃん。大丈夫。おいどこ怪我した。龍崎か。すごい、来るんじゃねえの。視野が広いから多いし。何か、あ、お住まいも気が付いたの。ああ茂みの方だ。大丈夫かおい。大丈夫か。足に行っちゃってんじゃない。あ普通にいるやん。めっちゃこれはめっちゃこっち見てるよ普通に。これは見逃しようがない。これは見間違いようがない。これ龍崎先生以外にこんな人いない。ああああ、あでも見方によっては猿と思う。あビクッと。あ、あ、めっちゃいい顔で龍崎って言ってるん。あ、本当に。いや龍崎先生すごい白心の顔でこっちは。龍崎先生あ、一応怪我してないかね。こう確認。待ってください。龍崎先生、龍崎先生、え、ダメだって置いてかないで。すぐに戻ってくるから。ダメだって見境ねえな。おいしょ、頭に血が昇った。あれ、ここから怪我か。おい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 、行っちゃったって。おい、一人になったけど。おい、おうんだ。おい、おいし多分怪我して倒れてるよ。あ、怖い怖い。やだ。おいし、こういうところだぞ。置いてくんじゃないよ。手塚なら一緒にいてくれる。そうだよ。海道も一緒にいてくれる。そうだね。いくらね、龍崎先生見かけたとしても。富士は一緒に来てくれるかな。そうだね、一緒に。龍馬は知らんて。ねえ。ばあさんには。大石、ほら、行方不明になっちゃった。ちょっと。大石、失踪ルートじゃないかよ。あ、あ、あ、え、大丈夫？ごめん、ああ、帰ってきた。遅くなっちゃって。あれ、結構自由人だな。あれ、君どうしたのって。君は誰？君こんなところで何してんの？お前さ、記憶が。え、どうした？あ、な、な、なんだよ。いや、泣きたいけどさ。なあ、お前、そういうとこ浅はかだぞ、こら。泣くな。ああ、泣か、泣かした女の子。じゃ今日のミーティングで、今日、大石が女の子を泣かした。大号泣なんで。何よ、お前だって肩を見せてたんだろ。うって。え、お前こそ。そんな3年生嫌っすね。つって。お前は唇を奪っただろ。え、何してるんですか。声楽か。声楽。タルンドルで。たわけか。たわけか。ごめん。大乱闘。大乱闘だったよ。君を一人にフルコース。そういう点ではなんか、カイドウはなんか一定の距離を保ってくれて。そうだね。カイドウ確かにそういうとこでは高ポイントだったな。富士は垂らしまくったよね。え、確かに富士は距離感近すぎたわ。あれはちょっとびっくりしちゃうわ。先生は、大丈夫なの。ダメだったよ、見失った。すげえ、大石を振り切るとはさ、もう龍崎先生の足腰どうなってんだよ。波のばあさんじゃねえ。ね、波のばあさんじゃねえ。
龍崎先生身長168センチだからね、なかなか女性としては案外走ったんじゃなくて近くの茂みに隠れた方が通信のやすいし、なんかね隠し扉とかに入ったとか、ね、ありえるな。さあこれは報告しねえと。そうだよ、2対1だったら手塚に勝てるかな。お前ら2人とも頭おかしいんだってことには、うん、怪我したな。ならあ、怪我しないんだ。うん、つっつってるから。あ、確かに。あ、ほんとだ。どうしました。あ、おいしい。いや、なんでもないよ。ほら、そうやって来ました。ほら、そうやって傷を見せろ、舐めてやるから。そうそうだね、治んない、舐めたいだけだろ、それって。あ、いや、おかしいな。足引きずってんじゃないの。帰ってきたよ。普通に帰ってきた。すげえな、大石のメンタル。で、ミーティングで、ミーティングか。ババアがいたと。と。あ、猿がいたんだけど。猿が。あ、大石だ。ああ、うちらもそっか。じゃあ、俺もいただろう。いてる、ほんとだよ。あー、で、そっか。で、謹慎中の大石に、あ、私が見ました、ここで。そう、話しかけるの。そう、二人だったら、うん。俺も見たんだよ。ねえ、何って。見ました。見ました。目が光ってたんです。いや、なんて、光ったの目だったんだ。あー、今のだけね。うん、あー。で、謹慎か。さすがに。え、大石さん、怪我してたの。あー、そっか。こう見抜けなかったか、うん。もう自分のことでいっぱいいっぱいなの。ダメだよー。ダメだよー。足傷って帰ってきたのよ。怪我の手当てをしっかりしておけ。そうだね。あ、スマイル？あ、私が？私が大石さんの手当てをしてよろしいんでしょうか？部長って。部長見えてない。仕方ねえな。それは仕方ねえな。嫌なんだけど。いや、本当は、手塚さんが言うなら、もう仕方ない。はい。じゃあ、カイドウくんって。いや、行くでしょ。行くでしょ。これは多分逃していかんやつ、ね。いかんねえ、いかんねえ。ほんとこわけにいかんな。管理小屋だし。大丈夫か、大石。どうした？大石さん。大丈夫？足見せてるの。いや、いやじゃないよ。いやじゃねえ。元気じゃねえか。お前元気じゃねえか。話。話が、トンチンカンですな。虫の鳴き声が、よく聞く。手当てした後？お前結構無事だろって。頭ちょっと打ったじゃん。足もひねったけど、頭打ったんちゃう？だろうね。あ、これ新しい話か。虫の鳴き声はよくわからないから。あ、そうなの。大丈夫？頭打ったんじゃない？頭す、なんかもう逆に澄み切っちゃった。あ、澄み切っ達観しちゃった。虫の鳴き声っていいねみたいな。しばらく聞いてようか。気づいてた。じゃあ一緒に行くか。え？あ、これ頑張ります。どう？これで足も良くなる。にゃお。気くわれ。こっちだ。こっち。こうするとなんだか気持ちが。大丈夫か？今頭が錯乱してるからな、おいしい。さっきの森にいた龍崎先生の顔が浮かぶねって。すごい顔でこっち見てたね。落ちます。あ、もう少し。今日いろいろあったからね。ああ、いいじゃん、いい雰囲気じゃん。はい、聞いてましょうよ。はいはい、いいね。まあ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 、明日なんかあるんでしょうね、きっとね。エイジが噂持ってたのがやっぱ犬。うわ、結構いろんな。でもまあ、エイジ、あ、でもこっちもか。で、目が、あー、集めるのもありか。ありー。セーブして。そうだね、うん、ナイスセーブ。じゃあエイジに。そうだね、行こう、まず。で、違ったらもう、違うやつの話が。そうだろ、そう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 。富士、ここで富士とかも来んの。あ、よし、メガネが来てくれた。ここでメガネがついに。ちょっとキーワードリストもちょっと一度拝見しまして、どんなもんだ、どんなもんだ。効果かな。いや、宿題かなぁ。どうなんだ、キーワード。多いし少ないんだよね。うわ、全然見落としてんじゃん。そっか。まあでもしょうがないよ。仕方ないな、もう。あともやり込みでやっていくよ、今後。個人的に。で、多いしね、これメガネ使うから。そうだね。メガネ。メガネ、ついに。メガネあれかな、湖に行く途中で話すやつかな。おいさーん。いやー、あ、新しい。毎日頑張ってるな。頑張ってる、あなたのために。頑張らないとあなたの目に止まらないからさ。そうですか、ありがとうございます。ありがとうございます。君のおかげで、本当に助かってるよ。ああ、本当、私一人の力だよ。私すげえな。私有能じゃん。だろ。だろ。連れてきてよかったの。てか、いつから私がスマイルだと錯覚してる。野球で、野球でしたーって。ありえる。身長でけえって。まあ、そうだね。多いし、きっと、自分の仕事以外のこともやってんだろうね。そうか。今あそこが大変そうだとか言ってんだろうね。ほら、怖い、このゲーム。ちょっと心読まれへん。逆に言えば大石の心が読みやすいってから。あ、まあ確かに、そっか、そういうことだよ。富士なんか全然何考えてるか分かんない。本当だよね、次の瞬間あれだもんね。
おかしいですね。いいところでもあり、ダメなところでなんだか私、うわ、いい感じじゃん、いい感じじゃん。多い人デートするのが全然イメージが、イメージが分かんない。そうだね、なんか面白い話してくれない人と真面目な話ばっかりさ、はは、まあ、ボーリングは行きたくねえな。おい、なんか美味しいがいい感じだぞ笑ってるぞ。メガネ、メガネ来た、メガネ来た、どうだ。メガネかけたぜ。うわ、あー、ドキッ、なぜそれを。この話はやめよう。いや、私メガネかけて、わー、めっちゃ、何を何をするだ。あー、私メガネしてないんだけどな、どうしてくれんのかな。ごめん、気がそう起きてない。エイジだよ、って、アートで締める、締めるって。エイジか、エイジか、その話したんだ。どうなんだ、今から、場合によっちゃ今から手塚を襲って手塚からメガネ奪い取ってきますけど。いや、あ、もちろん外見だけの話で。うわ、うわ、これはちょっとどうする、おいしい、大ピンチじゃん。さっき崖から落ちた時よりピンチだよ、おいしい。それに今はこの後の返答次第じゃん。ほら、それに今はそういうことあまり気づいてない。ほら、もうダメだ。これすごい早口だ。それに今そういうことあまり気づいてない。それはすごい長いだ、うんって。墓穴掘ってんぞ、おい。長いでやっぱり制服ですか。本当か、うん、そうだな。やっぱり。やっぱり優しい子が一番だと思うよ。いや、これひっくり返ってますよ、おい先輩。優しい。こっちはすごいゆっくりしゃべる。優しい子ね。まあ、さて、いろんなこと出てくる。いろいろと仕事を手伝ってくれたりとか、気が利いたりとか。滝のように汗かいてるぞ、おいしは。なるほど。参考になります。参考？え、そこ？あ、早い。はい、どうもありがとうございました。それじゃあ。ああ、怒らしちゃった。怒らしたよ。うん、うまい。ちょっとしてもらえなかった。あ、気づいてもらえない。あ、ちょっと。いいぞ。気づいてもらえない。やったー。だから、明日こそ。なんだって、僕には、彼女が僕に傷つけたという負い目があるから。怪我をさせたという、私、負い目が。よーし。いいじゃないか。消えたセーブして誰の噂が美味しかってことか。そうだね。犬類はなんかなんか犬類の噂なんてなんか役に立たなさそうだじゃあウリさん、なんかどうせなんか美味しいの。おっ、はい、行きます。いっちゃ待ってよ、冷静に考えろって。いや、セーブしたから血液型じゃない。あ、カモがある。はい、よし、流れが来ているぞ。え、ん、あれ思ってたの違うって。でも信頼度上がったから、まあ、よしよしよし、うん、まあ、大丈夫、ほぼ勝ちに近づいてるんじゃないか。何かあった。お、君も初めてじゃないか。そうだね、あれ今日7月31日そう。あれ、いつもさ、あの、明日どこどこに潜入しようって話しかけに来たけど、ダメか、これもしかして、ダメか。あ、くっ、いっか。まあ、でもこれはこのデータは行こうも、このまま行こう。どっかに行くって話もなってないしね。そうなんだよ。あれ、これ初めての話。初めての話。ほら、あれ、辻本どうした。海に何かあった。え、でも大石から来てくれたしな。明日大石が起こしてくれれば。確かに。